エマヌエル・クラーフはドイツのチェロ奏者。フランクフルト出身。両親はチェロ奏者であった。14歳でフランクフルト音楽、舞台芸術大学に進学してザビーネ・クラムスにチェロを指示した。2004年からドレスデンでボルフガング・エマヌエル・シュミットの下でチェロの腕を磨き、ダビド・メリンガス、ゲッツ・トイチュ、ボルフガング・ベッチャー、アナ・ジュマチェンコラの開催する。 マスタークラスにも参加した。2009年から、市のシュミットのフランツリストバイマル音楽大学への転任に伴い、シュミットの女子となり、教弁をとっている。アーカイブ2013年7月26日、ウェイバックマシンアーカイブ2018年9月6日、ウェイバックマシン、グラフエマニュエル、バイエリッシェスタッツオパー。2020年8月17日時点のオリジナルより、 アーカイブ、2020年8月17日閲覧。エマニュエルグラフ・インターナショナル・マーラー・オーケストラ。2020年8月17日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年8月17日閲覧。シュタビーンハウス・コンツェルトストーフェン。2020年8月17日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年8月17日閲覧。ありがとうございます。